ソナリヒトは、中華民国の政治家、賛成派に属する。後に、中華民国臨時政府、南京国民政府に参加した。字は、ゾウ・イヌイ。賛成省立師範学校を卒業後、日本に留学する。東京高等工業学校科学科を卒業した。1916年帰国し、賛成省立第一中学校長。 小立三成大学予科学長を歴任する。その後、三成特軍演尺山廃下となり、三成省特軍書秘書、外交どころ、主任、山西忠司園中継代表、進水司令中継代表を歴任した。これにより、縁のブレーントラストの一人となり、縁の著作の多くが、そリヒトの手によるものと言われた。1924年12月、 北京政府臨時法制委員参事となる。1928年7月、ソナリヒトは国民政府外交部の河北省交渉委員に任命される。翌年、河北省財政特派員となった。1930年、辞職して一旦転身に隠居した。1932年5月、水園省財政庁長長として復帰し、1934年12月まで務めた。 1938年6月、中華民国臨時政府が賛成証刊者を創設し、ソナリヒトが賛成省庁に任命された。1940年3月、王朝名の南京国民政府でも賛成省庁を務め、河北政務委員会委員にも任命された。1943年1月、北京特別市市長代理に移動する。さらに翌月に、 河北政務委員会常務委員権教育総省ただし弁となった。11月、河北政務委員会公務総省ただし弁に就任。1945年2月、河北政務委員会総務長,長長となった。日本敗北後、ソナリヒトは、大元に戻る。賛成革命同士会に加入して、大元水税参事となった。1949年1月に、北平が、 中国人民解放軍に向けて会場をされると、蘇は最初に水炎、ついで蘭州へと逃れた。その後さらに香港、最後は台湾へ逃れている。1979年8月20日、台湾にて死去。去年92、ありがとうございます。